クリア、トーマです。クリスタル白駒、何分でクリアできるのかチャレンジ、よろしくお願いしますってことでやっていこうと思うんやけど、なんかね、なんでやろうかと思ったかっていうと、流行ってるらしいよね。ちょ、知らんかってんけど、なんかどっかで流行ってるみたいで、じゃあやってみようということで、 HP は 100% でいく、 100% で、でチームはこれかな。なんかいろんなパーティーあるらしいけど、俺はこれでいきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。 HP は左下出てるね、 100% ゴー。失敗したらごめんね。練習してないよね。練習してないからあれなんやけど、まあまあまあ、でもなんとなくはいける、なんとなくのそんな、なんていうの、イメージはできてるから、うん。まずはこのミイラをちゃんとね、じゃあ死んじゃうからね。死んじゃダメでしょ、さすがに。目標は3分台かな、なんか3分台でいけるらしい。あ、これミイラ、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 オッケー、ミイラ、オッケー。で、大丈夫これ。はい、バンバラ。はい、バンバラ。で、G。で、G 打って、で、あー、ヤマタン早っ、ヤマ、あー、大丈夫か。で、悟空オロチを打って、こう、かぶしていくと。かぶしていく。で、ヤマタン。おー、いいのか、これは。これはどうする、これはどうする、これはどうするんだー。これミスったな。いや、ミスってねえか。ミスってはない、ミスってはない。大丈夫、大丈夫。とにかく、花坂を多く打たないと、結局、うわぬわーっつっちゃったわ。これで、花坂打って、まあ、花坂打って、この悟空オロチを打つっていうのはもう、あれやな、ね。決まり事やな、ね。花坂長いからね、技が。ここでいい膨らみしとるね。いいね、いいね、いいね。あ、やべ。悟空、悟空、悟空。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、これ花坂打っちゃって。ちょ、ミスター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 。ミスター、え、これ結構きつないか。大丈夫。こっからどうするかよね。こっからフィーバーに入るか入らないかの選択肢だが、入んない方がいいんかな。両方あるらしいんやけど。入っちゃうか。入っちゃう、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 入っちゃう。入っちゃった、入っちゃった。入るやり方でいくわ。これたまるよ。オーケー。これでもう削り切りたいね。できたら。できたら削り切りたい。でも半分いってないな、まだ。まだいってないね。頼む。何膨らめばいいかわからんけど、頼む。ミイラはいらんなぁ。これでオロチは溜まる。オロチは溜まる。じいさん来ねえか。じいさん、じいさん、じいさん、なぁ。やべえ、これ。HP は大丈夫。HP、あ、でも 1200? ミイラ切れてる。これミイラ切れてるの？どっちなの？ミイラ膨らまなかったよ。あ、ミイラ切れてるね。切れてるね。うん。ただもう無視やな、無視。ミイラ切れてるけども無視やわ。もう、それどころじゃない。で、ここで終わり、ここで終わって、ちょ、ミイラ撃たないと死ぬ、ミイラ撃たないと死ぬ、ミイラ。ミラ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 で、花坂を打って、これ HP 大丈夫？あ、大丈夫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 。どう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 だどうだどうだどう、いい感じじゃないの、これ、いい感じじゃないの。花坂いない、花坂。まだまだ効いてる、まだ効いてる。ミイラが効いてるうちは大丈夫。あ、やべ、ミスター、ミスター、ミスター。オロチ、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 オロチ。オッケー。これで決まんない？まだ、まだ残る相手。オッケー。あ、3分台いったでしょ。まあ、編集で入れてると思うけど、まあ、こうやってね、早くクリアするといった感じかな。まあ、ちょっと遊びやけどね。クリスタルの、まあ、結構さ、もう来たらやらないっていう人多いと思うけど、何分でクリアできるかっていうのもね、やってみると結構面白いかなとは思います。まだ G ヒデは来てないね。まあ、あんまりクリスタルをやったことはないけどね。うん、あざっす。はい、ってことでこんな感じですかね。
さあ、行くぞ。ってことで、100位以内入るチャレンジね。もう月曜日でちょっと早いんやけど、早速やっていきます。先週は入れとくけど、100位以内余裕で入れました。今週はもうやっちゃいましょう。意外なやつ使います。超覚醒ハイザキ、これ覚えてるかなみんな、オーバーヘッドペンギンのやつね。使うたびダメージアップ系のやつ、おはじきのやつだったかな確か。でスキルもマックスに一応しておきました。はい、こいつを使ってこのパーティーが、まあいろいろやったんやけどね、一番スコアは出やすいかなと思います。クリスタルシュラコマがボーナスかな。うん、まあ変えようと思ったらいろいろ変えれるけどね。例えばこいつ入れるとかね。こいつがフクロウね、攻撃力アップし、さらにデカプニを作るっていう、まあ、デカプニマンやね。こいつ入れて例えばデアファルコン抜くとか、まあそういうのもできるんやけど、まあこれが一番いいのかなっていう気はしたからね。とりあえずこれでやっていきます。いきましょう。よし、やっていこう。コメント欄でもね、もう次のイベント何ですかっていうね、次のイベントに向けての質問が多いけど、次のイベントはもちろんね、まだ動画にしてないということは分かってはない。ただこのゲームがあれなのかな、妖怪ウォッチプニプニが3周年なのかな。だから、おめでとうございます。妖怪ウォッチプニプニレベル5さん、おめでとうございます。3周年なんで、まあ近々そのイベントは来るかなといった感じかな。豪華やといいけどね。うん、でスコアターの話しようスコアターの話はね、これ結構むずい。まあ、ただダメージ、上がる系やから、まあ、似とるけどね。似とるけど、ここで、こうやって、デカプニを作って、さっきスキルマックスやったやん、このハイザキ。スキルマックスだと、サイズ10かな。10で、溜まるらしい。だから、これで、溜まるでしょ。で、もう一発撃つと。で、これ確かサイズ8か9だったから、溜まんないけど、クリスタルシュラコマね。これを撃つと、多分、溜まるね。オッケー。これで何発撃った？ 3 発か。オーバーヘッドペンギン3発とクリスタルシュラコマ1発って感じだね。まあこれは割といい感じ。まあこれがずっとできれば最強やねんけど、なかなかね時間もあるから無理やねんけど。あ、結構いったな。2億いってる。2億、2億いった。2億。あ、ちょ、これきつい、ね、あ、これ、あ、あ、ほらね、こうなるんよ。結局こうなるんよ。これちょっときつい。これちょっときついわ。これちょっときつい。これちょっときつい。これちょっときつい。これはきつい。まあ、ただ最低これはいきたいかな。超覚醒ハイザキを、まあ、2発。で、クリスタルシュラコマを1発っていうのは、まあまあ、最低でいきたいね。まあ、できたらどっかで3発打ちたいみたいな感じかな。1フィーバー目みたいに。まあ、そうすれば、100位以内は、俺のもんでしょう。今週も大丈夫なはず。これを、もう一回行こう。あ、弾邪魔やな、これ。この弾邪魔やな。うおぉ、修羅駒だらけ。こんなにいらねえわ。あー、いや、待って待って待って、毒シャッコいねえじゃん、おい。おーい。ちょ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 いちょ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 い、大丈夫これ、これやべえやべえ、時間。救えた救えた救えた。今のうまかった、ちょっとうまかった、ちょっとうまかった。あ、待って、でもこれ、いや、え、これ、これこれたまる。あ、ボーナス、あ、タイム玉、あ、止まった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 。あ、タイム玉2個ある。触れる？これ。触れる？あ、触れねえやん。眩しい。眩しいよ。じゃあ、シュラコマの時タイム玉触れないやん。最後ちょっとシュラコマの技入んなかったけど。あ、でも割といったわ。地獄。まあ大丈夫じゃない？これで。ダメかな？多分大丈夫やと思うんやけど。これでどんな感じかな？まあまだ始まったばっかりやから、あれやけど。では、19位。まあまあまあ、これ様子見つつかな。みんながやりだしてどんな感じになるかっていう感じだけど、おそらく100以内大丈夫なんじゃないかなとは思います。はい、ってことでこんな感じで2つのことやっていきましたが、最後にね、これ最初にやったパーティーやねんけど、バンバラやね、
まあ、持ってない人もいると思うけど、まあ、持ってる人はね、スキルマックスにするのもありかなと思う。これ回復量400になるからね、スキルマックスにしたら。1だと確か40でしょ。40と400ってだいぶ違うから、1回やられても400回復してくれて、しかもこいつ技溜まった状態になるから、まあ、そっからなんとかこう立て直すっていうこともできるからね。まあ、持ってる人はスキルマックスにするのもね、結構おすすめかなとは思います。OK!はい、ってことで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、そして評価の方ぜひよろしくお願いします。ツイッターの方のチャンネルからフォローお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。